徳川家定の断末魔の叫びを書きました。こんにちは、森田真です。今回は渡辺大地さんを書きました。渡辺大地さんといえば朝ドラのカーネーション、主人公のいとこのいとこをやってるんですけども、だったりこれも朝ドラのマレ、結構無口な人でこうギターをこう弾いてる、演じたりしてましたね。すごく印象的でしたね。唇に歌を、これ結構いい映画なんですけども、自閉症の役をですねすごくうまく演じてました。最近ではですね、まあ最近って言っても、まあ2年ぐらい前ですかね、こうゾンビの役をですね、うまく演じてて、ゾンビって怖いんだけど、すごく愛嬌があって、すごいこう、好かれるような、もう、ひょうきんな感じのゾンビを演じてて、すごく印象的な、僕すごく好きなんですけども、この方が。その、渡辺大地さんが、今回、青天をつけでは、将軍徳川家定を演じてるんですけども、その最後のシーン、これ、この表情をきっかけに、安政の大国が起こった、これがダークになっていくんですけども、そのきっかけを作った表情をですね、すごくいい演技をされたんで、その表情をですね今回描いてみました。どうぞ。はい、描き始めです。いつもは軸が大切って言ってるんですけども、今回は元の表情がちょっといい意味で劇的でですね、とても印象的だったので、その画像がこう白いこう今から書く画用紙にですねちょっとイメージできたので、まあ左右の眉の傾きの軸は初めに意識しましたけども、書き方とかまあこう書かなきゃいけないっていうのはあまりこう気にしませんでした。まあそういう時の方がこういいのが書けたりはしますね。今回使っている鉛筆はテッドラーのフルグラファイトといって、全部がこう鉛筆の芯になっている 7B だったかな、使ってるんですけども、あの大きく捉えるには全部芯なので、こう立てたり寝かしたりもできるので、すごく便利な鉛筆ですね。まあいい時はですね、まあ何を使ってもいいものを書けるんで、あの調子が悪い時こそあの道具に頼ることは、まあいい意味でねあるかなと思いますけどね。で毎回考えてるんですけども、こう写真のように相手に伝わりやすい方がいいのか、自分の思ったままこう筆が赴くままというか、こう鉛筆の痕跡とかを残しながらですね、こういろいろこう試行錯誤の跡も残しながら、まあ、あえて形なんて狂ってた方がいいよぐらいの方がいいのかなどですね、こう日々こう小さな葛藤はありますね。今回は元のこう画像がですね、こう陰影がとってもコントラストが良かったので、まあすごい描きやすかったですね。まあでもちょっとまあ写実的っぽくなったんですけども、まあいいのが描けたと思います。ただ後から見直すとですね、まあもう少し形をあえて崩してもよかったかなと、そっちの方があのなんか断末魔というか表情がもっともっとあえて軸を崩してとかの方が良かったかなとはちょっと思っています。まあでも主に正面の目鼻口とかの正面のこの面と側面のあまりこう描かないっていうか、その脇役と主役のバランスは意識して描けたかなって思いますね。まあ結局描きたいところは描いて、描きたくないところは描きたくないんだけど、まあ、描きたいところのためにこう主役のために脇役をどのくらい描かないかとか、それを意識できたら全体的なバランスで一番言いたいことが相手に伝わっていい絵になるのかなとちょっと思ったりはしてます。こう一筆一筆のこうイメージが全てその自分が感じたこの表情のために、もっともっとこうしたら伝わりそうだな、もっともっとこうしたらっていう願いを込めてったらですけども、そういうふうにこう描いていけるように、一筆一筆こう書いていってるかなって思いますね。はい、それでは今週書いた絵です。まずは橋田壽賀子さん、お亡くなりになられて、もうちょっと悲しいですね。大河ドラマでも女太閤記とか、春日の局とかねやられてますけども、朝ドラのおしんがとっても印象的ですね。まあよくこうあの幼少期がいいとは言われるんですけど、僕は中期というかあの田中裕子の時代、あの辺をもうちょっとクローズアップしてもおしんは深いなと思う。本当にあのご冥福をお祈りします。次は池江璃花子さん、もう見事な復活劇、彼女の言ってた努力は必ず報われると思うっていうのが、印象的でしたね。まさしくまあその表情がこう描けたらなと思って描いてます。次はですね、穴見陸軍大将ですね。これは
日本の一番長い日という映画に出てくる三船敏郎が演じたんですけども、皆さんちょっともう一回見てほしいな。もうドキュメンタリーに近いんじゃないかな、この映画は。もうっていうのはリアルで、もうなんで日本が戦争して負けるかとかいうのも、この玉音放送に向けてのこの一日で結構わかるっていう感じなので、ぜひですね、1967年の映画の方がいいと思うんですけども、もう圧倒的にいい映画です。次はですね、今やってる大河ドラマの青天を衝け、徳川慶喜役の草薙剛さんですね。前回のこの慶喜の役がですね、ちょっと初め怒ってて、次ちょっと優しくこう微笑んでですね、次最後めちゃくちゃ怒るっていうところなんですけども、その3連発をですね、ちょっと書きました。はい。そして最後はですね、竹中直人さん、徳川慶喜のお父さんなんですけども、徳川斉昭、この人もめちゃくちゃ怒ってるんですけども、の表情を書きました。はい。はい。それでは完成です。あとはちょっとフォトショップで加工して、Twitter や Instagram、ブログ等に上げています。ご覧いただきありがとうございます。いかがだったでしょうか。またよかったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。またコメントや質問も待ってます。よろしくお願いします。